さんからこう言われたんですね。加藤先生ね、私がね、タイトル戦のあちらこちらに行くとですね、ここで加藤先生が、滝を止めましたということを、係の人から言われるって言うんですね。そうすると、羽生さんは、加藤先生がやっちゃったことなんだから、私もね、即ノータイムでね、私も時を止めてくださいってことを言ってますって言うんですよ。ね。で、僕は羽生さんに言うんですよ。そうそう、そういえば、私が滝を止めたことが、そうね、2回ぐらいあったかしら、と言ったら、羽生さんがちょっと、サービス精神も発揮しましてね、羽生さんがちょっとニヤッと笑って言うんですよ。いや、加藤先生ね、私が聞いたところだと5回ぐらいありますよって言うんですね。使っても2回ぐらいの記憶がありまして、一つはですね、天道での対局の時に、滝でなくてですね、水車が回ってましてね、庭に水車がこう回ってるんですよ、ね。ゆっくりゆっくり回ってますけども、音はするんですよ。で、対局中にそれは気になるから、その水車を止めさせたのはありまして、それからもう一遍。逸話の anecdotal